皆さんこんばんは、ななみです。今日はユニクロ感謝祭で買った洋服たちを紹介していきたいと思います。それではビデオスタート。ということでね、いつもユニクロ感謝祭は私ネットで買うんですよ。すごい並ぶじゃないですか。で、なんか並ぶのめんどくさいんだよね。はい、ということでまず1点目はこれです。今私が着てるこのトップスが1点目、リブハイネックティの長袖のブラック、そしてレッドも買いました。はい、こんな感じのもう普通のタートルネックなんですけど、これめっちゃ使えるじゃんと思って買ったんですよね。でやっぱ色はさ、黒を持ってれば長く使えるじゃん基本的にほら黒好きだから黒は絶対もう買うのよ。でもう一枚なんか違う色あったらいいなと思って、赤っていうかまあボルドーっぽいんだけど、このカラーにしました。やっぱ冬はさ、コートとか着るからさ、こういうなんていうのタートルネックっていうかリブ系のやつってすごい使えません？あって損はないかなっていうので買っておきました。中にヒートテックとか着るんで、私はこれ L サイズ買ってます。はい、2点目はこちらです。結構伸びる素材のトップス買いました。生地がアクリルなのですごくほら伸びがありますこれは正直ね、こういう生地だからしょうがないんだけど、静電気が来そうだなって思った。でも普通にあったかそうだし使える。冬のお迎えとかめっちゃ寒いんで、あったかさ重視なんですよ基本的に。エクストラフォームレギンスの10分丈と、こちらがエクストラウォームユーネックティの8分袖です。これちょっと上下で買いました。これね、私が持ってる中で多分一番生地がちょっと厚めな方だと思うんですけど、すごいあったかそうじゃん。これかなりここの肩のこの U ネックの部分がしっかりしてくれてるので、少々ここが開く服でも見えないっていう感じで、袖なんですけどもやっぱ8分なのでこの辺が限界っていう感じ、ちょっと足りないかなぐらい手首のとこ、まあ、中に着るんでビローって出るよりはいいかなって思ったんで、この丈感のものにしました。で下も結構ね、ここをほらゴムのところがすごく強くなってるので、クルクルクルってなっちゃうこともなさそう。いいねこれ、特にこう上みたいでキュッてなってるわけじゃないけど良いのでは。ヒートテックの買い替え時ってどのぐらいなんだろう。やっぱ毎シーズンっていうか毎年買った方がいいのかな。そのなんかあれがわからないのよ。2、3年で1回変えた方がいいのかなみんなどうしてるんだろう。どうしてます？私なんやかんや言うて2年ぐらい着てるかもしれない。まあ今回買ったから古いの捨てますけど、続いて手袋、カシミヤニットグローブ買いました。これなんかねグレーかな。もうめっちゃ手足冷えるから手袋はもう送り迎えの時絶対必要なんですよよこんな感じだ。普通にサイズも大丈夫だし、今のところあったかいわとか特に思わないけど、生地のなんかすごい分厚い感じがないから、やっぱり100円とかで買う手袋とは違うなって思う。100均の手袋ね、指の先がめっちゃ冷たくなるの。え、手袋してたのにっていうレベルで。やっぱ冬はカシミヤでしょ。はい、あとね息子のパジャマ買いました。これかわいいでしょ、ミッキーのやつ。ほらすごいモコモコしててあったかそうでしょ。これね、しかも生意気なことに後ろにポッケついてんの、すごくない？子供のパジャマに後ろのポッケいるっていう感じなんだけどこのね下がねちゃんとこう分厚くなってるの、これいい。そして私はこのプーさんのパジャマ買いました。ちなみに下も今履いてるね下がこのパジャマのセットになってるものなんですけど、キャラじゃないのは分かってるんだけどさ、家でプーさんとか着ちゃうのよ。いやジャージとかで寝てるのが私さすごい似合うでしょ。だからちゃんと部屋着を着てること自体を褒めてほしい。ちなみにこのパジャマもねちゃんと後ろにポッケがついているのでありがたーい。しかもねここもほら、あてか私気づいたんだけど今日タートルネックばっかじゃん。これもね首のところがねモフモフしててね、ここまであったかいのよ、
最高でしょ。部屋着はこうやって安くなった時に買った方がお得よね。そして最後これ見て、何が入ってるのってさ思ってさ、私こんなの頼んでないしって。そしたら見て、ノベルティだって。ユニクロのこのワンプッシュステンレスボトルっていう、これさついてきたのすごくない？普通に水筒だよ、使えるみたいな。まあ、若干ユニクロって書いてあるの恥ずかしかったら、ここになんかね、ステッカーっていうかなんか貼っちゃえばいいかなって感じたんで。ノベルティこれくれるって相当すごくないですか？なんかノベルティって結構ありがた迷惑なものを送ってきたりするとかあるじゃないですか。なんだけどユニクロのはね本当にすごいいいと思った。ありがたく頂戴したいと思います。はい、ということで今回はユニクロ感謝祭で買ったものを紹介しました。かなり安く手に入れられたのでよかったなと思いました。やっぱ感謝祭の時にヒートテックはね、やっぱ買った方がいいなっていうのは毎年思うんだけど、ヒートテックのその何年に1回買えるべきなのかっていうのをもしよろしかったら教えていただきたいなと思ってます。極力長く使えそうなものを感謝祭で買うようには気をつけているんですけどね。今回このノベルティがもらえたのがすごい嬉しい。これなんか普通に使えるから。それではこの動画が良かったらグッドボタン、そしてチャンネル登録はこちらからよろしくお願いします。バイバーイ。